で、学校を再開されても学校も壊れておりましたから、上級生は復興作業したんですね。で、我々はこの近くに来て、亡くなった生徒の遺留品とか遺骨が残っていればそれを集めて、で、学校に持ち帰りました。はい、骨、多分水槽の中にはまだ骨が転げていたし、印象的だったのは、頭の髪の毛がコールタールのようになって、頭皮がおせんべいのようになってくっついてるのがそこにありましたね。だからもう大方は持って帰っていても、まだね、骨は、そういうバラバラの骨は残っておりました。これがどなたのだとあ、は分分かからんないでですね。ね。分かりません。同級生10人程度ですかね。いえ、そうでもないんですよ。まだ、もう少しおりました。そう、でももう疎開を、家から疎開をしていって帰ってきた人もいますからね。当日休んだ人が、私のクラスが一番多くて5人残っておりました。それから、3年生、4年生を上がっていかれる、行かれたと思うんですが、その時の一学級の数は。ものすごく少ないんです。それでも第二一条いうのがありまして、戦争中にできた学校なんですけど、市立の女学校、それも残った人たちを一緒にして、それから引き上げてきた人たちを、でも一クラスは本当にわずかでしたね。この昭和20年の 夏過ぎから秋にかけて、何かご健康的なその異時、常は。いや、なかったんですよ。ただ精神的なものはありまして、その作業に出た時にも、先生が、もちろん名前が、生き残った先生ですけど、名前がわからない担任でもないですし、で、そこの生き残り、これを運べとかいうふうに、言われたんですね。だからもう生き残ったことがものすごく罪悪に感じてた時ですから、そういう声をかけられるのもものすごく辛くて、それでこの作業が終わったら私も死のうという、だから自殺をずっと考えてね、そうなんですね。そしてもう10月に、の末に慰霊祭を、学校で慰霊祭を行ったんです。で、その時に亡くなったお友達のお母さんですけれども、もうそれは小学校から一緒だった人なんです。あなたの顔を見たらもう本当に子供のことを思い出す。真面目に行った者が死んで、サボった者が生き残っているね、だからあなたの顔は見たくないという、これは後でこうみんなで生き残った者が話し合った時に、私だけではなくていろんな人が言われたらしいんですけど、でもその時はそういうことを言われたことも友達にもよう話しませんでしたし、自分だけがこうなんか責められてるような気で、この作業が終わって慰霊祭が終わったら私は死のうというふうに思っておりましたね。で、またね、もう10月の末になりますと、町全体が暗いですから、夕方学校から帰る時に川土手なんかで林が燃えるんですよ。いろんなとこで死体を焼いてますから。そうするとね、
当に吸い込まれるような感じでね。でそういうので、まあ母親は敏感に察知してたらしくて、私が死ぬんじゃないかと。で家族にはあの子をよく見とけというふうに言ってたらしいんですけどね。その亡くなった同級生のお母様に会うというのも非常につらい。つらかったです。だからあのうちの学校は一番早くあの平和塔という目標を立てたんです。あのこの、今の100メートルのあたりで、そこで慰霊祭をやった時なんかもそこには私どもはよう行きませんでした。だからあの人のいない時にはお参りはするけれども、みんながこう集まってあの慰霊祭をする時にはよう行かなかったですね。あの校長先生、宮川先生も、はい、宮川先生も本当にあの辛い思いをされたということをあの息子さんがね言われましたけれども、本当に子供を返してくれと言って責められたというふうにね言われました。だけど、あ、先生そうに辛い思いしとられたんだなということを知ったのはもう随分後ですね。